今日はですね、本当に特別な空間だと思うんですよ。ユニバーサルクールジャパンルパンさん、いつまで喋ってんだよ、寒いよね。この声は、おいおい、コアライちゃん、はい、あ、はい、コアライちゃん、はい、石川ちゃん、はい、はい、寒いって早く言ってくれよ。もちろんセリフを収録させていただいてたんですけど、そのセリフを収録してるイメージではね、そうだったんですね。これだけでいいのってなんか短くないっていうか、なんか足んないんじゃないってずっと思っていたの、はい、でさっき乗させていただいたら、いやあれ以上無理だなと思った。死んじゃう、興奮しすぎて。俺の名はルパン三世、かの名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が俺に血まなっこ、ところがこれが捕まらないんだな。まあ自分で言うのもなんだけど、狙った獲物は変わらずルパン、神出鬼没の大泥棒、それがこの俺ルパン三世だ。ハードなって奪っちまうかもしれないぜお姫様。野郎どもよろしくな。おや、ここは愉快な雰囲気じゃないか。写真も派手なポーズで行こうぜ。それではお送りします。皆さんご協力お願いします。参りましょう。エチのアモーレ。いただきました。ルパンさん、こちらです。乾杯に参りましょう。クールでスイートなルパン三世ワールドに浸れるのはユニバーサルスタジオジャパンだけ。せーの、ユニバーサルクールジャパン、ルパン三世。ちょっとあのいいところで絞って名台詞言って終わろうよ。おー、いいですか。おー、素晴らしい。俺はルパン三世、かの名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が俺に血まなる、どこの警察が捕まんねんだな。な、自分で言うのなんだけど、狙った獲物必ず奪う、神出鬼没の大泥棒、それがこの俺ルパン三世よ。さあ、今回は特別ゲームに出没させてもらったけど、みんなどうだったかな。また今日は寒かったけど、あったかい日からな、風邪なんかひくない、インフルエンザなんかかかりじゃねえぞ。そんじゃあな、また会う日まで愛してるね。ルパンシャンシェー。